お前の彼女、お前の彼女。坊主に、スキンヘッドに、ドラケンの髪型、ツンチツンチチ、ツンチツンチチ。ズルだ、今のズルだ、ズルだ。ボタン開いてなかった、ボタン開いてなかった。開いてない。なんだな、誰が歌ってんの？誰が おー、みんな優しいな。これだか的にね、これだか的にシャーなくシャーなしスキップ。優しい。シャーなし、シャーなし。はぁ？アラビア語でポップスター。キラのポップスターの声を広げ魔法をかけて開けよう開けに君に会えた喜びも君に会えない寂しさも今面白かったんだけど、最速リアクターだったよ。ほんまに早かったな。さすがに押し間違いっぽかった。アーカイブの3人が面白かったわ。これ終わってからねっていうふうに思う。みんな全員アーカイブのタスクを終えるまでリフト右側に一切行かない。一旦これ終わらせて、これ終わらせてっていう気がすげえ伝わってきて面白かった。アシエさんごめんなさい、本当に。申し訳ない。ですよ。そんなみんなを横目に。やってたんで。やってくれた。みんな油断しすぎちゃうか。みんな油断しすぎやよ。これでまたことねえしって思いながらやってたわ。いやどうしようこれで。みんなそう思ってんだろうなと思ってたよ。怖いな。つつ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 お前の彼女、ズンツッツンツッチ。お前の彼女、お前の彼女。坊主に、スキンヘッドに、ドラケンの髪型、ズンツッツンツッチ、ズンツッツンツッチ。多分色忘れた全部。黒あったっけ。うわー、マジかよー。スロムは見たな。結構いいボタンだと思ったんだけどね。今マジで7秒前くらいになって先生を見てます。エンジンルームからの左から右に行きました。左の方でタスクやってるとこを確認して右に行ってるのを確認しました。メイン方面か。メイン方面というか宿舎前に行ったんじゃないかなと思います。僕がメインにいてメインのドアも閉まってたんで、メインエンジンカーのドアも最終最後そこにいるんですけど、砂だめちょっと、うん、砂だめちょっと単独行動だったんで先いたくってずっと電気室です。初手メイン脇でその後ずっと電気室です。誰ともすれ違ってないです、はい、メインに来てないです、夏目先生は絶対。僕エンジン脇でエンジン配線してメイン行って最後メインとエンジンのドアのところに到着しましたが、メインのドアも開いてなかったんで、じゃあ上だと、はい、うん、メインには来てないと思います。上だとしたらこのターン上にあの宿舎前の方来た人っていますか、その夏目以外に。例えばね、僕が宿舎前脇で金庫室入って、で右の扉開けてミーティングのタスク3つやってボタンなんだけど、下の扉が開いてたら夏目か犯人が開けてるから、まあそこは宿舎前脇次して見た方がいいかもね。なるほど。
メインエンジンも閉まってるんで、誰かエンジン沸きしてみてもらっても OK です。メインには来てない。僕と会った人は誰ですか？アシュー会いました。貨物でセンタンさんとすれ違って上に行って、はいはい、センタンさんより先行してクロムがラウンジのトイレからアーカイブの方行ってるかな。国際周知、長期右です。長期右了解。で、千早さんは僕、貨物で、センタンさんみたいな千早さん。で、貨物でアシューと一緒に千早さんが行って、千早さん先行してるんですけども、クロム君のキルは分からんすけど、夏目先生には関われない、千早さんは。うん、ラウンジ側に先行してる。センタンさん右側ってことですか。うん。千早さん、最終位置は神殿図のところの左のエレキ入るところのドア。うん。うん、エレキ入るところの方向じゃん。アシュさんが先行してるっていうのはどういう意味で先行してるって言ったのか。いや、僕あれですよ、バイタルのところにいたんですよ。バイタル神殿図前だから。もう一回言ってもらった方がいいかな、多分位置関係を。全然整理できん。宿舎前脇よろしくお願いします。エンジン脇も誰かメインのドア見てほしい。了解。なんで僕しか湧かないの、宿舎前に。おかしいでしょ、これ。エンジンに7人くらい。閉まってました、閉まってました。はい、閉まってた。閉まってたんだ。はい、うん、アーカイブから、診察室を前として、アーカイブ後ろとして、どういう位置で、順番かを、アシューさんから言えば。あ、OK です。はい、僕、ラウンジから貨物診察で最後終わってるんですけど、最初にクロム君と出会って、クロム君が、アーカイブ方向に最終、その最終的なその順番を言った方がいいと思います。その診察室、貨物ラウンジ、アーカイブの1の情報。一番診察室に近いのは、一番診察室に近いのは、足湯。で、千早さんもその左におったって言うんですけど、足湯は見えてなかった。うん、バイタル確認しようとした瞬間になった。千早さんが2番手。うん、で、その次が僕で、その次が黒が黒ですか、うん、そこら辺は分からんすね。先端最終位置は見てないんで。僕先端さんはそもそも貨物から上に抜けていっちゃったんで、どこが最終位置っていうのは分からない。シャワーだな。黒かクロムがアーカイブのドラウンジのドアを開けてるはず。他に開けた人います？開けてないね。はい、開けてます。うん、先端視点はクロムさんはリフト右側かメインホール側に抜けてるっていう主張。多分。ちょっとごめんなさい、記憶が。うん、まあそれが出るとすれば、クロム君キルは藤宮君か先端さんかなっていう。まあ一応アルマさんメインにいるんで、まあ仮にメイン抜けてたら。私それぐらいの時間はあったと思う。抜けれる時間は。ドア閉まってる。でもそう閉まってた。そう、シャワー側なんで。ああ、クロム君ね。そう、夏目先生はシャワーアーカイブリフトっすね。ただ僕メインで暗室と配線やって、たまにはボタン押してやるかって左行ったんですよ。その間誰ともすれ違ってなくて、うん、っていうことくらいしか言えないか。砂上さんの方が結構もう手端寺蔵です。なざめさんも一応まあ、つみやさんも容疑者一なんで、うんうん。あ、でもドア閉まってたのか。で、砂ざめはさっきも言った通り、もう初手メイン脇でずっと電気室です。それ以降、誰とも会ってません。うんうん、僕って隠しろぐらいなんじゃないんですか。まあではない。宿舎前脇があるのか。宿舎前脇があるのか。体消しあるからね。ベネットタスク来ねー。ここってさ、エンジン巻き頭一番早いよね。シュッシュッ、怖っ。回したよね、水色。
5割だったっけな。それがめんどくせえだ。おお、ナイスボタン。ナイス。シャーシャーって声。イケメンな声が。え、ちょっとあのさっきので僕がなんか怪しいみたいになってたけど、うん、エンジンぐらいで夏目先生が見られていて、宿舎前の上の下の扉が閉まってたんだったら、僕が、うん、まあ宿舎前探脇してて、金庫をミーティングでタスクやってボタンだから。そうやって左右した後に閉じたら、まあ関係ない。そうそうそう、左右も閉まってました。左右も閉まってた。左右も閉まってた。じゃあ普通にみんな通った後に閉めたんじゃないですか。うん、あ、まあっていうことが言えるのか。オッケーオッケー。じゃあまあいいです。はい、全部閉まっ、その下側だけ閉まってて左右が開いてるとかだったらまあまあわかるけど。まあでもそれは閉めちゃったのかな、じゃあ多分ね。あれ、謎さんが夏目先生を見たのは本当に初手ですよね、エンジンは。初手じゃなくて、エンジンルームで、エンジンルームで見た後、俺はコミュニケーション武器庫キッチンって向かってて、キッチンの右側の扉を開けて、あれに映らない通路に行くところまでは行けてるから、7秒前には、多分8秒ぐらいの前には見てるはず。テラーナツの2人は最初、左に走ってたんですよ、エンジンから、そのコックピット方面に。テラーナツが配線してて、だから話聞いてる感じ中盤くらいかなとは思ってます、うんうん、そのエンジンを左から右に行ったのは、うんうん、左に行ってからの行動だと思うんで、はいはいはい、じゃあ他にいないんだったら僕とアルマが対立なのかな、これ。そう、なんかいないっすよね、その、うん、なんかドアの情報両方死んだった場合の。あ、でも金庫室に行ってる場合とかはコックピット誰にも確認されてない砂ザさんや藤宮さんって誰かとすれ違ったんだっけ。僕は初手砂ザさんと一緒に湧いた以降は誰も見てない。メインホール脇で、うん、シャワー室に向かう藤宮さん、うん、電気室に向かう砂ザ初手が。僕クロムさんキルの方が多分容疑者一かなって思ってるんですけど、でもアルマ君見られてないでしょ最後誰にも。だからまあ一 応、まあ一応メインエンジンのとこが閉まってたという証言しか出せないです、うん、まあでもジンとあるしな結局は。エンジン側にいてメインの扉閉まってるのを確認してるっていうケースもあるかな。あ、まあ確かに。シロさんだけ白隠しろを出せるんじゃない、どう思う、いいな、うん、うん。まあ変わらず僕はテラプテが夏目先生の方の容疑者だと思ってるので、うん、まあ実施点ですけどね。うん、テラゾーさん、あ、そうか、テラゾーが嘘っていう可能性もあるのか。あ、そうそうそう、全然普通に、うん、じゃあ僕もそうだな、お互い三角関係だ、三角関係。まあ、扉に関しては後から閉められた可能性はあるね。確かに。うん、分かんな。何してたっけな。アーカイブ。配線、マスク見ればいいか。配線やってるわ。配線だ。あれ、シャワーの配線やってから、この配線やったんだっけ？どったっけな。緑。緑紫。うわー、何も死んでんのかい。嫌な位置が死んだね。足ぇー、これは、なんですか、真ん中のボタン押すなきゃダメだ、これ。そうです、ボタンです。いや、マジか、全然わからん。足ゆ、藤宮、目撃情報あります？ないんかい。ないのか。あれ、センチハスナって全員クロムさんの容疑者でしたっけ。クロムさんの位置がちょっと、まあでもアーカイブシャワーメインホールあたりだとは思うけど、多分死体があるとしたらキッチン脇テラゾプテハシ砂ザメで合ってる。もう一回言って。合ってると思う。キッチン脇テラゾプテハシ砂ザメで合ってる。合ってます。キッチン脇合ってる僕。はい、その後僕エレクトリカルにずっといます。エレキでテラゾさん見てます僕。コックピットに入って出ていくときにチャヤさんが入ってきて、そのままシャワーに行ったときにセンターがいたくらい、はい、僕の今回の死人情報は。うん、あ、じゃあ私は多分プタヤさんの前を走ってるな、エンジンルームメインシャワーでその道中センターさんとすれ違っているので。いや逆ですね、砂鍋さんの方が先。あ、私の方が先ある、走ってて。じゃあ砂鍋さんの方が後です。砂鍋さんはどこで、手配さん砂鍋さんの順番ですれ違ってる。
で、橋さん、砂溜めさんの順番。どこのどこで、メインホールとエンジンルームの扉。うん、で、先端さんとすれ違って、うん、で、その直前に千早さんが宿舎前に行ってるのを見たから、まあ、ボタン押しに行ったんだろうな、ぐらいな感じ。福谷さんはどこまで行けてる？僕は貨物のダウンロードまで行けてる。で言うと多分先端プテに挟まれてるのが砂ザメのはずなんで、うんうんうん、多分キルする位置がないと思うんだよね、砂ザメは。なるほど。だからまあ先端さんが右で切ってるか、プテ足さんが左で切ってるか、千早さんがどっかで切ってるかみたいな感じの。初手キル、初手夏目キルに関してはテラゾーアルマだったらアルマの方が疑ってるかな。僕が上引いて、砂ザメさんが白いんだったら砂ザメさんにしてほしい。いやーきつい。ごめん、初手センターさんちょっと黒く見ちゃって、ごめん、あのね、センターに入れるよ、うん、ごめん、あー、もうダメだ、僕、中野も入れた、センター千早プテ橋なんじゃないかって、ごめんなさい、思っちゃってます、今もう中に二郎がいるんじゃないか、コミュニケーション行きます。あボタンあるかな、まあ、コミュニケーション行きます。いやごめんなさい、ほんとごめん。はい、右行きます。左行きます。ナイクボタン行く。きつそう。オツです。お疲れ様でーす。でーす。よいしょ。誰や誰や。誰がやったんや。誰だ誰だ。誰だ誰だ誰だ。ご用だご用だ。ご用だご用だ。中野アルマと。うん。あったぞ。だ。これやばくない？中野アルマ。うん、ナイスナイス。いやナイス。おお、ナイス。これキルクール的にはどうなんだろう。いや30秒経ってると思うけどな。経ってないのかな。いやギリ経ってそうだけど。僕は千早さんの殺意を猛烈に感じたけど、まあいや、僕なんか忘れてた。まあはい、僕はギリ経ってると思うから、今真横にいたテラゾーさんはもうめちゃめちゃ白く見てます。うーん、わかんない。アルマさんは白くは見れない。あー、オッケーです、オッケーです。30秒くらい経ってると思います。いやー、ちょっとね、もうダーツにちょっと根拠が薄いのが申し訳ない。ほんとに思いますよ。千早さんが安定じゃない？うん、クロムキル、あ、キルに関して敗戦に戻った。あの2キルが多分、あのね、テラゾーアルマの二郎がないんだったら、キッチン電気室の移動がすげえ白く見える。あのキルできる位置がないように見えちゃうんでね、昨日の2キルの段階で。あー、そうなの。アドミンの情報は、いや、あのどっからエレクトリカルの下に来たの？はい、僕ですか。うん、僕最初ってメイン脇のエレキでセイチがアップロードしてエレキを取った時にテラゾーさんとセイチがあってメインで最初です。なるほど。で、あとはこれが大差ないでしょ。なんだろうな、タスク量が微妙なんだよな。一応終わるっちゃ終わるんだけど、もう一人釣るか。あー、シグさん、今のが砂溜めさんに任せてもう一釣りした方がいいと思う、みんな。うん、下側から通って、いつ見たっけ、死体がなかったので、エレキの中に。まあ、右側は確認できてないけど、たら、まあ、寺田さんもう、はじくしかないかなって感じです。もう、どっちにしろダーツになってるんで。アルマさんもね、左から来たように見えてたから、セキュリティ側から来てるのに、なんで砂溜めさんたちとすれ違ってないと思ったんだけど、メインホールセキュリティって言って、エレクトリカルだったら納得してる。アップロードして、僕はめちゃくちゃ千早さんを釣るべきだと思いますけどね、その診察室側のキルで、千早先端、はい、あと誰だっけ忘れちゃったけど、ロクさんに疑われたらどうしようか。60秒以内にタスク終わるならついましょう、千早さんを。終わる。わかんねえ、ごめん。それ次第かな。いやでも、決め打ちか、千早さんを残すかのどっちか。ああ、そうかな、ね。うん、僕は、せっかく釣りだから釣るべきだと思うけど、先端さんだと思うから、ちょっと釣りは飲めないかな。釣りでしょ。急に何か釣りたくなったよ。これで、いやでもなんか、笑ってるんですか、千早さんって思っちゃった。次、あとはなんか、先端千早プテに見えちゃってんだよな、この中に二郎に見えちゃってる、ごめんなさい。待ってほしいが。おぉ、すごい。ナイスナイスあれま。首の皮一枚繋がった感じかな。首皮クロム。首皮クリーム。やだな。確かに。首の主張すぎて嫌やな。あ、僕アシエさんと会ってたか。あ、どこっすか。ウキコで会ってたって。なんか確か見た記憶ある。いつだったっけ。あれあったかな。僕も忘れちゃってたそれ。だいぶショックじゃないですか。いや、アッシーさんが死んだ時の。
あ、でもね、ライブショットやから、それやったらテラゾーさんの方が後にやってますね。あ、うん、あ、うん、じゃあ、探してる。探してる。見つからんじゃないか。すげえ。あれ、遠藤さんが見つからんね。違うんだ。お、どこどこ？どこや？まだノーです。あ、ノーですか。うん。ノーですか。そういうことか。見つからない、誰も会わへん。あ、え、でもいるぞ、ここら辺。そう、そう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 。扉が開いてるから、いるって思ってるんじゃないかな。すれ違い。これはタスクできるな。お、診察見に行ったぞ。またもう抜けてるでしょう、さすがに。しまってますね。いい選択。それはいい選択ですよ。どこ？おー、すげえ、クルー。今メインインポスター。エンジン今。エンジン。エンジン。俺はしっかりアドミを確認しに行こう。誰もいない。誰もいない。しかも診察にいる。やばマジかよとか言ってさ。そうだろうよ。もうエンジンの直近のエンジンのやつ黄色って感じだ。ただしエンジンはもういない。はい、ああ最悪だが、それは最悪なパターンの出会い方。しかしここでしっかりと引き返して返していく。タスクが終わっちゃうぞこれ。全然あやんかった。やっとクリアできるこれ。やっと行くぞ。やったー。え、あとは何キルだろうこれ。てかボタン出そうかな、みんな。あと1キル。あと30秒。あれタスク終わんないのか。あ、テラゾーさんが厳しいって言ってた。ボタン。お、お、お、テラゾーさんが。テラゾーさん6個。何か気づいたぞ。すげえ。おー、すげえ。かっけえ。これは賢い。おー。やったー。すげえ。やったー、アルファさんだ。あら。アルファさんです。僕？はい。アルマさんがエンジンルーム左から来たよね、最後ね。あれ、タスクはどうなってるんですか？もうタスク絶対無理なんで、僕、下にずっと探してる。なんと。ああ、そっか。またこのポジションか。ごめんなさい、僕はアドミン見て、メイン2が死んでると思ったんで、メインの方に走ってって、テラゾさんとプレアスさんとすれ違いました。コミュニケーションの扉とコックピットの扉が開いてて、僕はエンジンルームまでプテハシさんと一緒だったんですけど、プテハシさんと一緒にずっと死体を探してました。っていうか、プテハシさんがずっと僕についてきてました。多分、城取りたかったんだと思うんですけど、バラケで死体探せやとか思いながら、歩いてたんですけど、全然殺してなかったんですね。直近まで殺してなかったんだ。砂ザメさんってタスク終わってます？終わってます。僕も終わってる。僕絶対無理です。絶対終わらないです。いやー、これな、どうやって説明すればいいかな。もう僕はアルマさん釣るしかないんで、もう投票はします。まあ1個前のキルがもう砂爪さん隠しろなんで、どう説明すればいいか。まあエレキの右側で切ってるしか言えないんですけど、え、1個前の先制キルがアルマさんだったんだなっていう感じですね。ちょっとこれ、あ、ごめんなさい、もう根拠が多分弱いんだよな、今からする推理が。まあまあどっちかに入れます。じゃあ砂爪が、まああとはもう、僕とプレアさんずっと一緒に行動してます今回。いや、あの単純に弱えな。まあごめん、もう本当に外したらごめんなさいとしか言えん。いや、もう自分の考え言ってほしいです、夏目さんに。あ、要するにタスクがアルマさん、要するにアルマさんがテラドさんがインポスターだったらなんでゲーム終わってないのって話なんで、タスク勝利になってないのっていう、そこだけです。もういや、素晴らしい。遅いとしか言えない。素晴らしい。そう言われるだったら僕ってタスク終わってないって言った方がよくないですか。わざわざ終わってるで、それはゲームが終わってないってことは、まあ、な、そうなので、あの根拠が薄いっていう話です。何とでも言えるんで、それは逆のパターンも言えるから。確かに。だから、あの決定打にはなってると自分で言ってても思ってないです。まあ、あと僕はもうタスク進行60秒でタスクが終わると言ったので千早さんを投票したんですけど、なのでごめんなさい、そこだけですね。アルマさんに入れました、ごめんなさい。ありがとう。素晴らしい。よく気づいたな。うん、本当に僕も気づかなかった。あれ、砂雨さんに入れたことに誰も突っ込んでくれない。あ、そっか。もう必死テンパってる。2連続。いや、マジでね、誰も会えんかった最後。いや、全然会わなかった。いや、寺蔵さん、いや、申し訳ねえ。お疲れした。いや、ナイス。いや、ごめんなさい千早さん、申し訳ない。ナイスすぎる。いや、申し訳ない。5人の時も、いや、申し訳ない千早さん、ごめんね。え、あの、あれは30秒経ってなかったですか？立てなかった。あと6秒、5秒。うん。ああ、僕もドア開けてたから、あと3秒時間かかっちゃった。ああ、なるほどだ。申し訳ねえ。あれ、千早さんですよ。でも、
一郎は、うん、そうです。あちらさんかよ。ああ、プテハシさんをなんか疑ってしまった。いや、そう、僕なんか、千早先端プテに二郎いるって言われたから、もう、あ、これ僕釣られちゃうじゃんと思って、各城の砂溜めさんに。だからなんとかして城になろうと、ちょっと寺蔵さんについていきました。そう、あとはその、アルマさんが結構電気室にずっと滞在してるのを、その自分目線だけ知ってて、それがなんかすげえあのガシャコンやってるのに見えちゃったんですよね。うんうんうん。インポスターってこんななんか長い時間ここに滞在するかなとか思いながら後にしたっていう、その自分視点だけの情報があって、ちょっと要素がなさすぎて砂溜めさんに全権を委ねて、最終的にも砂溜めさんが通訳っていう結構でウィッチなところに向いちゃってすみませんでした。いえいえ、僕はなんか思考放棄になっちゃいました、ごめんなさい。寺蔵さんがキッチン脇で電気室に行ったらアルマさんがいたってから、アルマさんずっと電気室にいんじゃんっていう自分の中で、ああじゃあやっぱクルーの助けやってんのかなみたいな自視点だけの情報があってっていうのが、まあそれを外しましたっていうね。最後はタスク勝利になってないっていうところだけだったっていう。でもいいステージだと思いました。怖かったっす、俺ついてきたから。いや、そう見えるよね。全然殺されない。そうなの、そうだって。首振りながら、違う僕じゃないんだってやりながら。やっと。ベクトリカルの階段で巻こうとしたりしてたから。うわー、やめろ。一瞬見失ったし。僕が何で釣られたんですか、ね、右のクロムさんの容疑。そう、クロムさん容疑で。うん、でも先端千早のどっちかみたいな、うん、まあね、そうそうそう、俺もそこでちょっと疑ってはいたから。うん、誰さん、クロムさんが見事でした。ちょっと待って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 、クロムさんどこで死んだんですか。クロムはエレキ。あ、エレキまで行ってたんか。 私がいたんじゃないの、エレキ。ずっとエレキの奥なんで、砂ザメさんもいたんですけど、エレキの奥で殺された瞬間にボタンだったんで見れないと思ってね。そうだな、茶屋さん、そうだから相手見てなかったよなと思って、うん、そうで、あのエレキにずっと砂ザメがいたんで、バイタルにいる足湯さんと茶屋さんがちょっとクロム君どこで切るするんだってなっちゃった。なんかバイタルの左に2人いるような状況じゃないのそれって思いながら聞いてたんだけど。そうで、茶屋さんがいたみたいなね。茶屋さんがキルできるとしたら電気室しかなくって、で自分が電気室にずっといたから、ああじゃあ茶屋さんはクロムさんキルが自身だと難しそうだなっていうのがあったっ、うんうん、確かにあのキルうまかった。茶屋さん僕もちょっと一番厳しい位置かなっていうふうに思っちゃって、茶屋さんがキルしたのかエレキで。ってなるとクロムさんのキル位置ってラウンジアーカイブシャワーあたりしかないなってなって、うん、先端さんって実点だとなったっていう。同じく思ってた。それはクロムさんが生きてるうちに誰にも会ってないのがあれだね。砂サメさんにすれ違ってなかったのクロムさん、うん、すれ違ったんですよね砂サメさんとは。へえ、そうなんだ。電気室の形がまた変だったんだよな昨日のなんかゲームは。なるほどな。はい、あ、もう早く死んだ、早く死ぬ。